鳥の海の干拓は、秋田県横手市に伝わる伝説である。横手市の所在する横手盆地が大昔は広大な湖であったが、湖水を日本海へ流し出す干拓を行って広い農地を得たという経緯を述べている。人々が地上に暮らすようになって間もない頃の川辺郡、仙北郡、平川郡、小月郡は、鳥の海と呼ばれる広い湖であった。ある時塩釜から、 塩釜神社に祀られた塩釜大明神の子孫、明英長者、秋安長者という二人の兄弟がやってきた。兄の明英長者が病に倒れたため、二人は近隣の民家に助けを求めた。その家の娘の献身的な看護のおかげで、明英長者は回復した。二人はその家の主人に誘われて、船で湖へ出た。湖面の向こうにそびえる鳥見山、 背後の御嶽山の森などに見とれるうち、水戸付近の谷間から湖水が流れ出ているのを見つけた。ここを切り水をさばけば広い平野が得られると、名英庁舎は考え、秋安長者もうなずいた。主人は驚いていたが、二人は彼の娘にお礼の小袖を置いてその家を去ったの、由来と言われている。工事は長期間に及んだが、やがて谷が開くと湖水は、県河となって、日本海へと流れ出た。 そこへ、大ララボッチという京都湖が現れた。その右足は、大宇山脈の麓の長者森に、左足は、出羽山地の初沢木にあり、彼が水をかいたり泥をすくったりしたため水は、順調に抜けていった。彼は、太平山の森へと去った。三好神社の決心であったと思われる。秋安長者はこの新しい平野に住み着き、地元の人々に、考えや、 農業の技術を教えた。人々は彼に福川長者という名を検定し、後に福川神社を建立した。名誉長者はこの平野を山北、山北、後の仙北と名付けた。彼も農業の知識を人々に教授した。彼は御岳山の国見峠から平野を見回した。また彼は人々を集めて酒を振る舞い、神楽を演奏して工事の成功を祝ったという。 以上が、御嶽山、潮ゆ彦神社に伝わる伝説である。横手市には、明英町という地名が残り、道町の熊野神社付近には、明長沼がある。そこから、御嶽山が見える。伝説の舞台となる、横手盆地は、小物川とその支流が作った、いくつもの中石地からなる、面積は693.59平方キロメートルで、 東京23区や琵琶湖の面積に匹敵する広大、かつほぼ低平な盆地である。秋田県南東部から北西方向に流れる尾物川は、秋田市優馬樹子目木、優馬左手湖付近の協作部では、両側から山地が迫る間を大きく蛇行し、日本海へと流れ下っている。第三期の末頃から、現在の東北地方にあたる地域に、太平洋プレートの精神を原因とする。 東西方向からの圧縮力が加わるようになった。そのため終局と逆断層が交互に生じ、縦にシワが並ぶように低地と高地が交互に現れた。秋田県から岩手県にかけて低地、山地、低地、山地,地、低地、山地という地形の配置となった。低炭第四期になると山地は圧縮力によりさらに隆起し、低地はさらに低くなって、 そこに河川が大量の土砂を運んだため、厚い堆積物に覆われた盆地が発達していった。横手盆地の大宇山脈沿いには、現状でもいくつかの洗浄地が形成されているが、横手市平賀町上吉だから同市、大遊秋を経て、大仙市角間川に至る広範囲にわたって、観光倍ながら扇状地上の様相を呈しており、これを、小田島博市は、大物川扇状地と呼称している。 また、横手盆地の中央部、下、吉田、田村の両地区の地表近くには、そこが湿地帯であったことを示す、霊炭層が分布しており、最も新しい霊炭層は、関心与まで下るという分析結果が出ている。約1万年前、関心与に入ると、それまで続いていた表記が終わり、気温の上昇により、縄文改新が起こった。縄文改新の最も進んだ。 縄文時代早期抜用から前期全用にかけては海面の高さは現在よりも3メートルないし5メートル前後高かったと考えられる。河川の水量も多かったとみられ、特に勾配の緩やかな横手盆地は蛇行帯も広く、現在盆地における最低位段級とされる標高差数メートルの貸し段級もこの時期あるいはこれに相前後して形成された可能性がある。 お物川は、盆地内でその流路を幾度抱え、やがて、大宇山脈側から、支流の河川が土砂を運び、現状線上地内し、中石地を発達させたことで、流路を徐々に西へ移動させていったものと推定される。鳥の海の観客の長者伝説は、三熊のしゃべつけ後隠国に記載された伝承であるが、これとは別に、秋田六郡三十三観音巡礼記には、 という満徳長者、地福長者の伝説の記載がある。明飛氏、秋安長者による鳥の海の観択と満徳、地福長者の伝説は共に鎌倉時代以降に成立した伝承と考えられるが、いずれも古い時代の横手盆地の開発を物語ると考えられる。丘陵を切り開いて、古水を流し出して観択するという明飛氏、秋安長者の陣地。 人力を超越するような働きは、言い換えれば、膨大な数の民衆を駆使して大掛かりな土木工事を取り行い、用排水を大々的に整備して、停止地をどんどん高地に変えていった開発領主の姿である。ここに、御嶽、福川などの式内車に出てくる神が登場しているのは、横手盆地の開発が、これらの信仰と固く結びついて展開されたで、あろうことを示唆している。 満徳、地福長者の伝承については、それぞれが復帰を表す縁起の良い名が付けられており、11世紀から12世紀にかけて、全国各地で見られる伝説と共通点が多い。この二人の長者もまた、多数の百姓を抱える開発領主であるが、ここでもうんけ信仰、熊野信仰が結びついており、中央、地方にまたがる、由緒付けがなされている。特に長者の警府に、 では、清原氏が登場している点が注目される。ここで、道のく話式の前9年合戦における、清原軍の陣立てなどを見ると、清原氏が各地の領主層と思われる吉彦氏や立花の氏を組織し、道のく側の安倍氏に匹敵もしくは凌がする軍勢の動員力を有している点から見て、長者と清原氏の間に何らかの関係があったと考えても決して不自然ではない。 いずれにせよ、この二つの伝説は、古代末期から中世初頭にかけての辺境における、農地開発や在地権力の形成の様相の一端を示すものではないかと考えられるのである。この伝説は、日本のテレビアニメ、漫画日本昔話でも取り上げられた両足を、踏ん張って立った巨人のシンボルが垂れ下がったところを、下がりといい、これが、旧大友村の、 透けかりであるという地名由来端も伝わっている。横手市、キッズページ横手市の紹介を出島。ま。お川水系の川跡庫に堆積した植物遺体が炭化したものと考えられる。かつては木材に乏しい平野部の燃料として用いられたことがあり、特に田村畜産室のものは田村根として売買された。漫画日本昔話資料室7。ありがとうございます。